いいらっしゃいまなんだあんたか今日も袋詰めはセルフでお願いね今ちょっと忙しいから今朝会社から急に急ぎの書類が送られてきてね そこそこねそうよ、今日の夕方には終わらせとかなきゃいけないの、うん、いらないあんたはお人よしじゃないんでしょ調子がいいわね 気持ちは嬉しいけどあたしの仕事なんだからあたしに片付けさせてちょうだいそれに数回やったぐらいで彼氏ずらされても困るんだけどあたしとあんたはあくまで同僚プライベートの付き合いがあったとしても仕事の場では関係ないわそれに あんたにだって、あんたの仕事があるでしょ家のことは全部片付けたの <laughs> 余裕じゃない。なら、さっさと買い物して好きなことでもやってなさいよ。<laughs> なんで、カウンターに入ってくるのはぁああ、いらっしゃい。 今朝は野菜の入荷なんてなかったはずだけど結構ひどい嘘つくわねあんたさすがにそれほどは困ってないわよ。 わかったわそれじゃ好きにしなさいうん何か言った、うん 手伝うって言っときながら居眠りとはいいご身分ね15時よほらビールあんたも飲むでしょあんたのおかげよ集中できたから仕事が早く終わったの。 一本だけなら付き合ってくれてもいいでしょなんだかんだで助かったわ今日はありがとうねあれだけぐっすり眠ってればそうでしょうね あたしの気持ちが分かったようで何よりだわあとさっき言ったことは忘れていいからちょっとは聞いときなさいよもうだからあれよえっと何でもないわ早く帰りなさい で最近調子はどうなの可愛い三姉妹との暮らしは順調どっちの意味だよ人間関係それとも肉体関係まっ校なのは分かりきってるけどさ。 別に、あんたにとって今の仕事は転職よね住む場所にも困らないし待遇もいいし一歩だって退屈しないしテレビ、つけるわよ怪獣映画が地上波でやってるなんて最近じゃ珍しいわねこれ。 結構おすすめよあんたは見たことあるいつも通りだったわそれも違ううるさいなあテレビの音が聞こえないじゃないのうん。 私たち、知り合ってから何年経つか知ってるそれは、あんたが会社に入ってからの年数でしょやっぱり、覚えてないのね。あんたをここに派遣したの、ちょっとだけ後悔してきたわ。 私がバカ言いなさいよビール数本程度で酔わないわよ がっつり飲むならこのくらいやらないとね海外の名手だそうよ会社の経費でちょちょっとねあんたがこれを一杯飲んでも平気だったら不機嫌な理由を話してあげるまずはあたしがお手本を見せなきゃっと。 ハァ <laughs> これよこれあんたも飲んでみたらわかるんじゃないほれほれぐっといっちゃいなさい ほら、水もあるから早く飲みなさいはあ,あ,あ顔真っ赤になっちゃってあんたって普段からそこそこ飲むくせに弱いわよね一杯でそんなフラフラになると思わなかったわそりゃ残念ね こんなに美味しいのに。おやすみ。 やっと起きたみたみいねそのまま寝てていいわよ朝にはちゃんと起こしてあげるからいいじゃないの明日は休みなんだし。 無理に起きなくていいってばあれを初めて飲んだ人は大抵そうなるのよ。一気飲みすれば特にね。<laughs> 人聞きが悪いわね。考えすぎよ。でも。 確かに、仕返しをしてやりたい気持ちはあったかもね。二年だなんて言った。あんたが悪いのよ。四年よ。その頃、あんたは毎朝新聞配達をしてたわよね。ちょうど同じくらいの時間帯に、私も出勤してたから。 あんたのことはよく見てたわ。まあ、そうよね。あんたは私が近くに住んでたことすら知らなかっただろうし。でも、話はここから。私ね、そんなあんたと街でぶつかったことがあるのよ。遅刻しそうだった私は軽く謝ってそのまま通勤したんだけど。 会社に着いいてから気づいたの。ぶつかった表紙に大事な資料をなくしちゃったことにね途方に暮れて悩んでいたら汗びっしょりのあんたがオフィスに駆け込んできた「落としましたよ」って私が落とした資料を片手にね。 それが、ちょうど4年前。あんたとあたしの関係は、そこから始まったのよ。あたしが一方的に気にかけてただけだから、あんたの答えも別に間違ってはないんだけどね。あんたがあたしを知ったのは、確かに2年前からなんだろうし。また寝ちゃった。酔った勢いで話してあげたのに。 薄情なやつね <laughs> もう少し若ければそこから甘酸っぱい恋愛でも始まったんでしょうけど一度大人の階段を上ったら生きるために精一杯でそんな暇なんかなくなっちゃう私とあんただって例外じゃなかった他の子たちが あんたをどんどん好きになっていくのは悔しいし寂しいけど仕方ないわよねだって私たちはもう上司と部下なんだものだからせめてこのままでいさせてちょうだい体は重ねるけど恋人じゃないそんな大人の関係のままでいつかあんたが 新しい場所を見つけて、あたしから離れていくまでの間でいいから。だから。はぁ、あ、月が綺麗ね。泣きたくなるくらい。